はい、皆さんこんにちは。そしてこんばんは。YouTube 書道教室の中本博修です。今回は私たち書道を学ぶ上で最低知っておきたい中国の古典作家10名をこれからご紹介します。この漢字を何と読むかお分かりになりますか？どうぞご覧になってみてください。第1問、この書家の名前は何と読みますか？楊主敬と読みます。楊主敬は後に中日公使の下女将、初代中日公使の随員となって来日し、その年に増田節家、岩井一六、草加明覚の訪問を受けた初学者です。第2問、この書家の名前は何と読みますか？王羲之と読みます。中国東晋の政治家、書道家で遊軍将軍となったことから王遊軍とも呼ばれ、書生と称されました。行書の蘭亭序、草書の十七条、遊牧場などが大変有名です。第3問、この書家の名前は何と読みますか？蔡邕です。後漢末期の政治家、儒者、書家、博学で文書に優れ、数術や天文に詳しく、音律に精通して琴の名士でもあった。第4問、この書家の名前は何と読みますか？王建氏です。中国東晋の書家、王羲之の第7子、財政当時から父と並ぶ書家として知られ、書風は父よりさらに一気に優れた。行書の上等上、草書体の中秋上が代表作として有名です。はい、第5問、この書家の名前は何と読みますか？智恵と読みます。智恵は王羲之の書法を最もよくし、出家し永金寺の閣上に30年閉じこもって、真宗専治門804本を臨書し、書事に寄進され、専治門で大変著名な方です。第6問、この書家は何と読みますか？帝道省と読みます。帝道省は唐の南北時代の北魏の漢詩書家であり、書風は陸上楷書独特の角張った筆遣いの方筆ではなく、演出の書をものとした帝文公妃が著名です。はい、第7問、この書道家の名前は何と読むでしょうか？王耀順と読みます。王耀順は書道の三大家の一人で、唐の四大家の一人でもあり、王耀順の楷書は端正な字形であり、特に九星九霊仙名は有名で、日本ではこの書風は小中学校の教科書の手本に取り入れられるなど、後世に多大な影響を残されています。はい、第8問、この漢字は何と読みますか？貯水量と読みます。貯水量は王耀順などとともに書道の三大家の一人であり、書の作品としては岩頭小教授、毛峰書の碑が著名です。第9問、この漢字は何と読みますか？愚西南と読みます。愚西南は唐代の政治家であり、書道の三大家、唐の四大家の一人で、唐の二代目皇帝である太祖に仕えました。王耀順、貯水量とともに王羲之の書体の流れを組んだ楷書を完成させました。
孔子廟堂碑や精進慈悲が著名です。はい、最後第10問。この書道家の名前は何と読みますか？顔真です。顔真は唐代の豪直な生涯を説いた政治家であり書家でありました。楷書の四大家の一人でもあり、王羲之の流麗な書法に反発し、その三等鉛筆の技法を確立し、顔真廟碑、多宝塔碑、東宝作画三碑、建中国心帳、廃将軍碑などが著名です。以上10問でした。皆さん全員読めましたか？読めない方は復習して学習ください。問題は以上になります。よろしければいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 See you next time.